突然ですが、皆さんに質問です。ネットで得た情報の信頼性をどのように判断していますか？どうも、今村です。皆さん、大体こう、暇な時に開くアプリってあるじゃないですか。ゲームだったりとか、SNS だったりとか、なんかこうエレベーターを待ってるとか、なんかこう信号待ちしてるとか、なんかそういう時にパッとスマホ取り出して、こう開いてしまうアプリって必ずあるじゃないですか。最近の iPhone にはですね、スクリーンタイムっていう機能が入ってまして、自分がどのアプリを、どれぐらい触っているかというのがわかるわけなんですけれども、僕が一番見てるのは、YouTube らしいんですけども、1週間に10時間ぐらい見てみてですね、ちょっとやばいんですけど、その次、僕が YouTube の次に見ている時間が長いアプリがですね、今回お話ししたいクオラってアプリなんですよね。これね、僕以外に使ってる人見たことありません。現実でこれは話をしてる人ほとんど見たことないんですけども、僕最近このクオラに結構ハマってて、これ何かっていうと Q&A サービスなんですよね。質問をしたりとか質問に答えたりする、いわゆるなんか知恵袋的な、サービスなんですけど、これ面白くて、最近結構質問したりとか質問答えたりいっぱいしたらですね、クオラエヴァンジェリストの江島健さんって方からですね、ご連絡いただいて、YouTube プロモーションちょっとトライしてみたいんで動画作ってみてくださいっていうお話いただいて、で今回提供いただきました。ありがとうございます。提供ではあるんですけども、この江島さん結構太っ腹な方で、好きに喋ってくれていいよと、内容の指定もしないし正直に話してくださいっていう風に言ってくださってるんで、というわけでですね、今回はこのクオラご紹介するついでにですね、ちょっと僕がクオラについてこう思ってることをちょっとぶっちゃけていこうかなと思います。このクオラをですね、一般的な QA サービスと構造は同じなんですよ。ユーザーが質問を投稿し、別のユーザーがその質問に答えるっていう、構造そのものは同じなんですけども、一個大きな特徴としては、実名制を敷いてるんですよね。だから、登録に際して自分の名前は実名登録しますし、自分のバックグラウンドとか経歴とか、あと今の仕事とか、そういうものを入力する欄が結構あります。そういう感じで、その人がどういう人なのかっていうのがなんとなくわかるようになってると。だから QA サービスよりは、どっちかというと SNSに近い感覚で僕は見てますね。登録するときには自分が関心があることとか、あとは自分が得意な分野を登録して、それとあとの回答とかの履歴をもとにですね、いろいろこういう回答あるよ、面白いんじゃないみたいなレコメンドを、してくれるみたいな感じですね。あとはですね、その登録情報に基づいてこういう質問来てますよっていう、要は自分が詳しい分野に関する質問っていうものがですね、飛んでくるようになってます。だからそもそもこうシステムとしてある程度知識とか経験がある人に質問が届くようになってるんですね。で、僕もですね、過去にですね、YouTube に関する質問なら結構答えられそうだなと思って、YouTube に関する質問にこういくつか答えてたんですよ。例えばですね、YouTube で登録者100万人になるとお給料はどれくらいですかに関する今村健太さんの回答っていうね、これ結構評判良くてですね、お金の話やっぱみんな好きですね。100万人 YouTuber のお給料を試算してみるっていう回答です。あとは YouTube 上に一番最初に投稿された動画は何ですかに対する今村健太さんの回答っていうね、YouTube 上で一番最初に投稿された動画、皆さん知ってますか？僕たまたま知ってたんですよ。で、これ回答したんですよね。あとは、YouTube 動画を一コマごとに見る方法ありますかに対する今村健太さんの回答っていうリンクがあるんですけども、皆さん今ブラウザでもし動画を見てらっしゃったら、一回動画を止めてですね、キーボードのカンマキーあるいはピリオドキー、これ並んでますよね、これを押すとですね、一コマずつ動画が動きます。このことを回答に載せたのが、このリンクなんですけども、今僕が言った回答とか、あとこれから紹介する回答とか全部ですね、リンクは概要欄に貼っておきますので、気になったものがあったらチェックしてみてください。で、こういう質問もですね、もちろん自分でも投稿できて、しかも答えてほしい人にリクエストをくれるんですね。この質問に答えてほしいですっていう回答リクエストを送るんです。僕は最近ですね、クオラで得た知識に結構影響される傾向にあるんですけども、実際影響を受けて始めたことの一つですね、筋トレがあります。僕最近ジム通いをしてるんですけど、僕が筋トレを始めた理由はですね、9割方この筋肉を強化すると健康面でどんなメリットがありますかに対する健江島さんの回答のせいですね。さっき言った江島さんなんですけども、クオラのエヴァンジェリストでもあるんですけど、特に日本語のクオラ内ではですね、健康とか、筋トレトピックのですね、話がめちゃくちゃ面白いのが江島さんなんですよ。で、彼の回答に唆されてですね、僕筋トレ始めて結構メリットを実感してるんですけども、続けていると結構いろいろ分かんないことが出てくるわけですよね。例えば筋トレって増量期と減量期っていうのがあるんですよ。増量期っていうのは脂肪をある程度蓄えて筋肉を大きくする期間で、減量期っていうのはその脂肪を落としてなるべく筋肉が減らないようにする期間っていう、これを繰り返していくことによって筋肉っていうのは大きくなるんですよっていうことまでは僕分かったんですよ。そこまでは自分で分かったんだけど、それをどれぐらいのサイクルで回していけばいいかって
ことがどんだけ調べても分かんなかったんですよ。そんでクオラの過去の回答をあさってもですね分かんなかったんで、クオラで質問してみるしかねえと思ってクオラで質問を作ってですね、でさっき言った江島さんに回答リクエストを送ったらですね、見事にですね素晴らしい回答を送ってくれました。それがですねこちらですね。増量期と減量期はそれぞれどれぐらいの期間で行うのが効果的ですかに対する県江島さんの回答っていうのがあるんで、まあこういう素晴らしい回答をパッと送ってくれてね、僕はすごいスッキリしたわけですよ。ああそうなんだっていうね。まあという感じで答えてほしい人に回答リクエストを送れるんですよ。もっと言えば今皆さん登録して僕に答えてほしい質問を僕に回答リクエストを送ることもできるわけですよね。でもっと言うと、まあ本人に回答してもらえるってこともあるわけですよ。例えばあのオバマ大統領とバスケットボールをするのはどんな感じですかに対するモモコ・フリンデンバーグさんの回答っていうのがあるんですけど、あのクオラはあの言語ごとにスペースが分かれてるんですよ。だから日本語のクオラ、英語のクオラ、スペイン語のクオラみたいな感じでクオラがいくつもあるんですけども、一番盛んなのは多分英語なんですけれども、多言語の質問とか回答をですね翻訳して、別の言語に投稿できるんですよ。だから結構その英語とかから翻訳してきた回答みたいなものを日本語で投稿してくれる人が結構いるんです。これはその翻訳機能を使って投稿されたものなんですけれども、オバマ前大統領に関する質問にバラク・オバマ本人が答えているっていうものなんですよね。こういう感じでですね、あの本物が出てくること結構あります。あと僕は結構気に入ったのは、あの、アップルウォッチに取り入れたかった別のデザイン案にはどのようなものがありますかに対して、モモコ・フインデンバーグさんの回答っていうのがあるんですけども、これはですね、実際にアップルで働いていたアップルウォッチのプロダクトリード、まあ、プロダクトの開発者、まあ、責任者みたいな人の、まあ、アップルウォッチ開発裏話の翻訳なんですよね。まあ、こういう話とかまずたまんないわけなんだけど、まあ、これは一例に過ぎないんですが、例えば法律の話を弁護士さんが答えてくれたりとか、例えばこう、軍事系の話を実際の元軍人の人とか、現役の軍人の人が答えてくれたりとか、まあ、とにかくこういう感じで、まあ、質の高い回答が集まりやすい仕組みになってるので、あの、単純に読み物としてすごい優秀なんですよね。だから、あの、普通にこう、ブラウズして読んでるだけでも、面白いの。まあ、こういうちょっと、おーっと思う面白い回答がたくさん集まってるのが、まあ、クオラの魅力の一つかなっていうふうには思います。あの、僕が気に入ってる回答をいくつかご紹介しますね。なぜ日本人は R と L や B と V の発音が下手でしょうかに対する吉田裕貴さんの回答、これ非常に面白くて、あの、日本人は R と L が発音できないんじゃなくて聞き分けられないんだっていう話がここに書いてあって、あの、その具体例もすごくこう分かりやすかった回答ですね。そして、ピンタレストはなぜ成功してるんですかに対するゆか大石さんの回答。大石ゆかさんですね。元ピンタレストで今はフリーでやってらっしゃいますけども、ピンタレストの中の人がピンタレストの成功の理由について語るって、まあ、鉄板記事ですけども、これすごく面白かったです。あとは、美とは主観的なものですかに対する大輝小杉さんの回答と。もう皆さん、物事が美しいってどうやって決まってるんですかね。僕らは時代時代でどのように美しいものと醜いものみたいなものをですね、こう選び抜いているのかっていう、そういうあの美という概念に対するこう疑問をですね、ちょっと一つ解消してくれそうなあの回答がこれなんで、ぜひ読んでみてください。まあこういう感じで面白い質問、そして面白い回答があるっていうのが、まあクオラの基本的な部分なんですけれども、他にもですね、あのスペースっていうのがあって、これは特定の話題とか、まあ、テーマについて語り合う、なんかこうグループみたいな感じになってて、ここで、回答をシェアしたりとか、こう議論をしたりとかってことができるようになってます。あの、これはスペースってのがいっぱいあって、まあ、好きなものをフォローするんですけども、あの、僕がフォローしてるスペースは、クオラよゆるぬき回答質問コンシェルジュ、TIL 今日の学び、縦書き、クオラ直伝ライブラリー、ワークアウト道場、読んだ、はんなり髪型弁。まあ、この辺は僕フォローしてますね。あの、はんなり髪型弁とかね、結構面白くてね、僕別に関西人じゃないですけれども、あの、クオラの、あの、関西勢力がですね、まあ、クオラ上で関西弁をこうね、流行らそうとしているっていう、こう、非常にユニークな、まあ、あの、スペースですごく面白いです。あの、あともう一個、あの、クオラの面白いところとして、あの、いい質問をすると、お金がもらえることがあるんですよ。クオラでは、まあ、良い質問、まあ、ハイクオリティで有益な回答がたくさんつくような質問をした人にはですね、こう、パートナープログラムとか行って、あの、お金がもらえるんですよ。あの、僕も、まあ、そんなに熱心に質問たくさん書いてとかしてないんですけども、今までですね、600円ぐらい貯まってます。はい。これ重要なのは、回答ではなくて、質問に対して収益がこう、払われるんですよね。で、なぜ回答ではなく質問に収益が支払われるのかってことは、あの、クオラの知られざる真実っていう、あの、ポストがあるんで、それも読んでみてください。まあ、というわけで、まあ、クオラの大体の、まあ、情報はこんな感じなんですけども、まあ、よくわかんねえって方も多いと思うんで、実際触ってみましょう。はい。というわけで、これがですね、クオラのホーム画面です。で、ここにですね、まあ、とりあえず回答がたくさん並んでます。まあ、僕が関心を示しそうな回答がここに並んでいて、スペースとかもあって、あとは、質問の、まあ、リクエストとかも来てたりするっていう感じですね。で、これで、例えば、まあ、これとか、
これとか面白いなと思っとします。この回答面白いな、この回答ちょっと取っておきたいとか後で読みたいとか思ったりするじゃないですか。そしたらとりあえず高評価した上で、ここの3点リーダーポンポンポンってついてるところをパチュッと押すと、こう一番上にブックマークって出てきます。このブックマークをポンと押すと、これで、僕のブックマークにこの回答が保存されました。というわけでこの、左上のアイコンをタップして、ブックマークってとこに行くと、まあ、こういう感じで僕がブックマークした回答がダーッと並んでるって感じですね。あとは質問を追っかけるっていう方法もあって、例えばこの質問面白いな、でもまだあんまりいい回答ついてないなとか、もっといろんな回答を見たいなって思ったとするじゃないですか。そしたら例えばこのホームでこの回答を触るとこう回答が出るじゃないですか。でこの質問の部分を触ると今度は質問に飛びます。この質問に対して答えている回答がこうダーッと出てくるわけですよね。でこの質問にこれから来る回答を読みたいなって思ったとしてじゃないですか。そしたらここのフォローっていうところを押すんですよ。そうすると質問をフォローした状態になって、この質問に新しい回答がついたらそれが通知で送られてきます。あとは自分のフォロワーとか特定のスペースでこれをシェアしたいなと思った時には、ここのシェアボタンを押してですね、まあスペースを選択したりとかもできるわけですね。こういう感じででコメントも打てます。面白いとか打つわけですよ。まあこういう感じね。でそのスペースはこの下に並んでるアイコンです。これをこうやってこう回していくと、それぞれのスペースの、状態をこうやって見に行くことができて、誰かが投稿してるものとかシェアしてるものがこう目に入ってくるという感じですね。まあ、おすすめの質問とかこういうところに出てくるんですけども、まあ、回答するっていうタブがあるんでここ見ていきましょう。そうすると僕のまあ行動履歴とか傾向から見たおすすめの質問、そして僕に送られてきた質問のリクエスト、あとは僕が、後で回答しようと思ってた質問たちっていうのが出てきます。じゃあこの YouTube で稼ぐ秘訣は何ですかについてちょっと回答してみましょうか。この回答するを押してちょっと回答しておきます。さて、僕は動画の冒頭で1個質問をさせていただきました。皆さんはネットで得た情報の信頼性をどのように判断していますかという、まあ、質問でございましたと。まあ、ちょっと話はずれるんですけど、まあ、最近僕よく感じるんですけど、 Google のキーワード検索とかって本当になんかこうろくな情報出てこなくて、もうその専門の SEO 業者になんかこう上の方のなんかこうランクを全部取られちゃってて、こう有益な情報ってものを見つけるのが本当に難しいんですよね。あるいは Twitter とかでなんかそれっぽい有益っぽい情報が回ってきたりとかすることあるじゃないですか、いろんな方法でね。でもそのツイートをしているアカウントを実際に見に行ってみるとなんか背景がよく分かんなかったりとか、なんかどこの誰だかよく分かんなかったりとか、まあ、もっと言うと YouTube 上にもなんかこう本当かどうか分かんない情報って溢れてるわけですよ。あるいは今皆さんが見てくださっているこのビデオで僕が今喋っていることもですね、どの程度信頼に置けるかということは、こうこのビデオ単体で判断することは難しいわけですよね。つまり何が言いたいかというと、それっぽい情報とか有益っぽい情報ってたくさんあるんですよ、ネット上には。だけどそれがどの程度信頼できるかってことを判断する材料がないんです。それを最近すごく感じるんですよね。どんなに情報を摂取してもその情報に対してどれぐらい信用が置けるのかってことに対してこう指標がないんですよね。さてここでコーラの話に戻ります。僕はコーラを使う理由は主に2つあって、まあ1個はさっき言ったみたいに、まあ面白い回答とか、まあ新しい知識が手に入れるっていうのが、まあコーラの1個面白いところなんですけども、まあもう1個使う理由としては、その面白い回答とか、まあ新しい知識みたいなもののこう信頼性を判断する材料が多いというのがコーラなんですよね。まあその情報がどれぐらい検証されていて、かつどれぐらい信頼に置けるかっていう判断材料が多いのがコーラなんですよ。まあ例えばそれはその人の経歴とかバックグラウンドとか今の仕事、あるいは過去の回答、あるいは文章の感じ、エビデンスの出し方などなど、どれぐらいその回答を信頼していいのかってことについて手に入る材料が多いのがコーラなんですよ。だから僕が新しい知識を何か見つけたとして、でそれを検証するわけですよね、本当にそうなのかってこと。でその過程の一つとして、その回答を誰がしていて、その人はどんな回答をしているのかとか、どういう経歴なのかっていうことを踏まえて、どの程度その回答に対してこう信頼を置いていいかってことがこう判断できるわけですよ。これに関してはクーラーの実名性っていうポリシーはすごいこううまく機能しているなと思います。まあ結局なんかどういうものが信頼におけるかなって思った時に、こうネット上での振る舞いとか発言というものがこうリアルなその人間とつながっているかっていうところが結構重要かなというふうに思っていて、だからネットをなんかその辺の井戸端会議とかなんかこうね、便所のなんか落書きではなくて、リアルな社会での自分の立ち振る舞いとしてこうそこで活動できているかどうかってことが結構重要かなというふうに思ってるんですよ。まあとはいえ匿名でそれができる人もいるし、実名でもそれができない人もたくさんいます。まあクーラにもまあ正直しょうもない質問とか回答もたくさんあります。
とはいえ他のプラットフォームと比べて明らかにリアルな人間と有意義な回答を見つけるのが非常に簡単です。そういったものもたくさんあるというのが、まあ、重要って感じですね。まあ、というわけでそういういろんな人々の過去の回答とかバックグラウンドとかあとは文章の感じとかを見ながらですね、その情報の信頼性みたいなものを精査できるのが、まあ、クオラかなっていうふうに思います。ただ日本語版のクオラに関して言えば正直全然まだポテンシャルを発揮できてないなっていうふうに思っていて、まあシンプルに人が少ないっていうのもありますよね。あとは人が少ないからこそ内容とかテーマがですね偏るんですよね。もっといろんな分野の回答とか質問がクオラに溜まっていいはずなんだけど、こう狭いすごく。要はですね、なんで今日僕こんな長々と話してきたかと言いますとですね、みんなにクオラを使ってほしいんですよ。で皆さんの知識っていうものがクオラに溜まっていくことが僕は望ましいと思ってんの、うん、もっとクオラが盛り上がればいいなって勝手に思ってるんですけども、まだまだ全然なんか人も足りないし質問も足りないし回答も足りないんですよね、うん。なんで皆さんクオラダウンロードしてアカウント作ったらですね、自分の得意な分野の質問を作ってそれに自分で回答してください。これクオラでも推奨されてますんでやって大丈夫です。自分の得意な分野の知識をとにかくねクオラに貯めてください。クオラが目指すところはウィキペディアらしいんでいろんな知識があった方がいいの。はい、というわけで、長々とクオラのお話してまいりましたけれども、とりあえずダウンロードしてアカウント作ったらですね、江島さんをフォローしてください。江島さんをフォローして彼がシェアしてる回答とかアクティビティとかをチェックしていくとですね、素敵な回答たくさんあるんで、それをねひたすら読んでいくだけでも普通に面白いです。はい、あとは自分が気になった回答とか自分が気になった質問とかに答えていくとか、まあ徐々にやっていけばいいと思います。もし僕に聞きたいことがあったらもう質問作って回答リクエストを送っていただければですね、いいものがあったら回答しますんでぜひやってみてください。というわけで、今回は、クオラさんからご提供いただいてクオラのお話してまいりました。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。